ったんですが、なんと11枚目シングルの選抜メンバーに選ばれました。パチ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 、はい、選抜に選ばれました。岡村リオの名前が出ました。ありがとう。その初選抜は前回の愛の重さなんですけど、あれはそのアルバムのリード曲の選抜メンバーだったんですけど、今回11枚目シングルの選抜ということで、シングルの選抜メンバーに選ばれるのは初めてなので本当に嬉しいです。あの X も載せたし、モバメもロングモバメ、リオの気持ちをたっぷりと書いたロングモバメを送っているので、届いたら読んでくれると嬉しいです。見てね、モバメも。主権さんありがとうございます。フォローしてください。本当にありがとうございます。いや本当になんかなんだろう、そのなんか自分自身もこうがむしゃらにずっと折れずにやってきた分もあるし、でも一番はやっぱりファンのみんながいてくれたりとか、あとは結構ファンの人が増えてる、なんて言うんだろう、少しずつっていうか、リオを好きになってくれてる人が徐々に増えてるのかなって思うので、それもすごい嬉しいし、いろいろそのステージとかフェスとかイベントとか公演とかいろんな現場に会いに来てくれたりとかもしたり、その現地は行けないけどこう SNS 上で応援したりとか、なんかこうみんないろんな応援の形があって、それぞれの応援の仕方でリオを応援してくれてるんだなってすごい伝わるので本当に嬉しいし、なんかリオがやってきたこととかもそのお借りをしなら見てくれてるかなって思いながらいつも頑張ってたのですごく嬉しいです。ありがとうございます。しかもまだね全然内容とかは言えないんですけど、着実に前回の愛の重さよりも着実に進めているので、上へと進めているので本当にそれも嬉しいし、もっとねみんなでいっぱい楽しいことをできていけたらいいなって思います。そう、ずっと言いたくてずっと言いたかったんですよ。そう、
結構黙ってた。結構な期間黙ってましたね。そう。ファンになりました？嬉しい。自分もその一人です。新規です。新規じゃないやろ。でもね、これからもっとオカリヨシの輪も広げていって、みんなでいろいろ叶えていけたらいいなと思うので、これからも岡村リオよろしくお願いします。何卒何卒何卒。最近ファンになった？嬉しい。ギュッとありがとう。ありがとうございます。で、やっぱりね、STU をね、もっと広めていきたいので、いろんな人に。そのために自分ができることを考えながら頑張っていきます。チェキ会申し込んだ。嬉しい嬉しい嬉しい。そう、しかもね、ジャケシャも出たんですけど、凛々しかったですね。凛々しい。なんかしかもなんか結構みんなさ引き気味なのにさ、リオ結構ドアップ目でしたね。ドアップ目の写真でした。凛々しい。なんかね、凛々しいよね。そう、動画撮ったの結構前ですね。喉の調子？ちょっとね、今日はね、めっちゃ歌ったんですよ。めっちゃ歌って、そう、めっちゃ歌ったから、歌わなきゃいけなくて。だからちょっと今抑え気味で話してます。まだ治ってないからさ、涙流しそうなリオツを見て電車の中で一人泣いてた。一緒に泣こう。嬉し涙。そう、これまでもこれからも押し続けます。やった、よろしく子さん。何とぞ。リトありがとう。
目がかゆい今日。左目。ありがとうございます。ギフトありがとう。お、NMB48 劇場の出張公演申し込んだ。皆さん、12月7、7か。8がリアルだから7か。7が出張公演なので、皆さん、なんか、なかなかさ、大阪とかでさ、公演とか、なんかステージする時もさ、あんまり機会がないから、すごい嬉しいし、他のさ、48劇場さんに行けるのも初めてなので、めちゃくちゃ楽しみ。なので、来てね。来てください。X 見てきたコメントしてた。ありがとう。今日もリオツのドキュメントフィルム？ドキュメンタリーフィルム？あ、YouTube 見た。ありがとう。ね、凛々しいアーシャでしたね。眉毛聞いてありがとう。そう、今日マジでめっちゃ歌った。本当にもう喉がさ切れるかと思ったこれ結構ガチ、結構リアルに、結構リアルになんか血の味がして結構喉が切れるかと思いました。お菓子のワンピース、いや違うんよ。だってさ8周年のさ頑張ろうみたいなさコメント取りって聞いたけんね、なんか可愛い方がいいかなと思ってでもみんなさ結構なんかおとなしめだったのに、なんかリオはさお菓子のさお菓子のワンピース着てきてて、なんか恥ずかしくてなんか場違いみたいな一人だけなんかめっちゃお菓子のワンピースね、ちょっとあれだったんですけどそうそう可愛い系でしたね、一人だけ。ソロファンクラブ年間会員入る、嬉しい。リオツにずっとついていきます。ついてこい505056分になったら何で見ます、教えてください。なかなか言うまで行けなくてごめんね。全然大丈夫だよ。あ、出張公演申し込んだ。早いですね。あ、ハローありがとう。
ワンピース可愛かった本当。ありがとうございます。キットありがとうございます。神戸の通称当選した。さすが。来た、ありがとうございます。お、明日公園行く。そう、明日公園です。僕隊、僕隊、僕隊、僕隊。日暮らしが泣いてる場所です。ゲストもいっぱい、くまちゃんがいっぱい来る、嬉しい、ありがとうございます。え、明日髪型決まってない、どうしよう。あ、そうだ、お話し会のね、日程のコラージュ画像をみんな作ってくれてる人がいっぱいいて嬉しい、ありがとうございます。全部見てます、保存しております、超嬉しいです、もう超超嬉しいです、ありがとうございます。使わせてもらいます。ギターありがとう。お、時間が来ましたね。誕生を読みます。13位、ラクラクさんありがとう。12位、あやさんありがとう。11位、エシポンさんありがとう。10位、ゆうきあきとさんありがとう。9位、鈴鹿さんありがとう。8位、ウィンディボーイさんありがとう。7位、タリマツーンさんありがとう。6位、東野滝さんありがとう。5位、台湾タコさんありがとう。4位、ジャガラピーさんありがとう。3位、リキアさんありがとう。2位、ユリキスさんありがとう。そして1位は、ドゥル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 バン、リョウさんありがとう、ありがとうございました。皆さん改めて11枚目シングル選抜メンバーに選ばれました、ありがとうございます。本当にいつもみんなが応援してくれているおかげなので、これからも岡村リオについてきてください。ついてきてね。はい、そしてチェキサイン会が12月13日、あれ、14、どうしたっけ、14か、12月14日あります。ぜひ3枚申し込んだら裏にシークレットも書くので3枚がおすすめです。そして11番目シングルのお話し会も申し込み中なの、あ、申し込み中じゃない、受付中受付中なので、ぜひリオと握手したりお話ししたり通常と撮ったりサイン書いたりしましょう。お待ちしております。握手楽しみ。あ、チケ申し込んだ、ありがとう。握手しようね。リオって結構手でかいんですよね、女子にしては。女子にしてはでかい気がする。
それではバイツーン、おやすみバイツーン、バイバイバイツーン、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 バイツーン。時間があるのかちょっとわかんない。まだ時間がありそうだバイバーイ、おやすみ、おやすみ、おやおや。